んだ。いや、本当、今レコーディングの前ってことで声出しをしてたんですけど、うん、声出しは大事だから。先生どうも、ありがとうございます。ご無沙汰しております。大阪の番組でね、あのエンカメちゃんという番組でロケにね、一緒に行ったんだよね。そうなんですよね、うん、まあでも、なんていうのかしら、はい、最近のね、男の子っていうのはさ、こう流行語で喋ったりとか、アッスみたいなちょっと軽いノリの子多いけど、やっぱりずっと昭和な感じがあるわけね。20代っていうともっとね、はい、チャラチャラしてるイメージがチェコにあったわけ。あ、そうですか。でもその中でもやっぱりすごく、うん、昔の感じの歌謡界、1970年代80年代の匂いがするってことで、チェコはすごく注目をしてましたから。うん、恐縮です。恐縮です。梨本さんもよく言ってました。恐縮です、梨本ですってとか言ってる。ちょっと、はい、おはぎ持ってきたから食べて。本当ですか。水森先生とかも今日来てるでしょ。そうなんです、レコーディングなので、うん、だからチェコもおはぎみんなで食べて、これはい、ありがとうございます。いいんですか、うん、食べてください。おはぎはお作りになったんですか。うん、うん、作らない。あ、うん、チェコはもう 駅で買います。あ、そうなんですね、駅で。ありがとうございます、うん、じゃあ早速さ、はい、まあ、これはまあ後でね、ちょっといただきます。食べることにして、はい、チェコが作詞をねして、まあちょっとプロデュースを今回やらせてもらうってこと。ありがとうございます。どうだった、ちょっとあんまりこう、なんていうの、ワード的にさ、はい、こう普段言わない言葉とか出てきたんじゃない。2番の純喫茶の別鎮にというフレーズがなんとも謎で、あ、はい、そうなの。別鎮ってあんまり知らない。別鎮が全く分からず。え、それ何、はい、世代のことかしら。いや、え、わかります、皆さん別鎮ね。あ、そうなんですね。ちょっと素材のこと、私勉強不足で、こういうベルベットベッ、そう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 、さーっと本当に勉強になりまして、一つ一つありがとうございます。別鎮知らなかったか。はい、やっぱりそのさっきも言ったけど、ちょっと昭和なイメージ持ってるからね、千恵子は。そういう世界観でやってみました。ありがとうございます、うん、まさか書いていただけるとは思いませんで。なん、もうあのね、ノーと言わない日本人っていうのは千恵子のこと、はい、そうなんですね、うん、ノーと言えない日本人だけど、千恵子はノーと言わない、日本人ですね。日本人よ、千恵子は、はい、そうですね、よくフランス人形みたいねって言われてる。ああ、そうです、ね、ああじゃない蝶ネクタイやってんじゃん、今日。ありがとうございます、ね、これがないとなかなか、はい、三岡翔太って気づいていただけないもんですから。こう普段どんな衣装着てんの、ちょっと地味な感じ。いや、割とまあチェックだったりとか、うん、あ、でも水谷先生ほどは。これはちょっとね、はい、うん、いやいやいや、主役を食っちゃってるって感じだから。お綺麗です本当にだからそういうのもちょっといろいろね、アイデアも出したいなって思ってますから、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。楽しみです。今の人生おかしいか、いやいや世の中そんなもん、山なし谷なしたいくつか、いやいや人生そんなもん。なんだろう、もう光岡翔太くんのもう世界だね、やっぱり。ありがとうございます、うん、何かアドバイスとかいただけたら嬉しいんですけど。あと、まあちょっとこう、はい、まあ、今からね、こういう目振り手振りとかはつけるかもしれないけど、今はちょっと突っ立ってたもんね、はい、そうですね、うん、ちょっとどうしても水谷先生が隣にいらっしゃると緊張で、ちょっともう歌に集中すべくと思ってまっすぐ見ておりましたけどそれでこうしてたんだ。そうなんです。だからなんか歌詞の中で、はい、そうだよね、なんか決まった振りは欲しいかなって思った。あ、決まった振り。うん。ああ、なるほど。いやいや人生そんなもの。いやいや人生。そんなもん。なるほど。こうですか。マイクを。こうです。あ、こうですか。なるほど。歌いづらいよでも。結構姿勢が壊れますね。そうそう、姿勢が壊れちゃう。そうですね。うん、だから動きとかもさ、もう本当にちゃんと決めてやるとみんなが真似してくれるかもね。そうかもしれません ね。今までの歌っていうのは、はい、結構振りとかつけてたの？全くです。ああ、僕は運動神経が全くないので。ダメなんだ。はい、うん、残念ながら。でそこをちょっと新しくさ、新境地じゃないけど、はい、そうすると覚えてもらいやすいんじゃない？自分も歌詞を覚えやすい、ね、そうそうそう。でもやっぱ途中でこうやっぱり変わるじゃない、はい、曲調が。
さすが水森先生、ね、そうですね、うん、我がの人生おかしいか、いやいや世の中そんなもんと。そうで、なんか急にオランウータが鳴くでしょ。もう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 ですね。あれびっくりしちゃったですね。あれも水森先生のオランウータ、それはちょっと水森先生のオランウータ。あれ、それかゴンタか。あ、ゴンゴンゴン。あれすごい気に入っていただいたみたいで、あれちょっとびっくりしちゃったね。すごい、編曲の石倉先生に伝えておきます。そうか先生、はい、石倉先生ね、今日は来られてないの。そうですね、そのゴンゴン入れて。あれどういう楽器。ああいう、あれ多分パーカッションですよね、こう、うん、ラテンの音楽に入ってる、うん、なかなか演歌ではないですね。バラエティに飛んでる、ねえ、楽しい歌を作ってもらいました。そう、でもさ、切ないというか、なんかかわいそうって思っちゃダメなのよ、この人のこと。あ、そう、ね、結局人生そんなもんよって、あんただけじゃないんだよ、そんな思いしてんのって。ね、幸せそうにテレビで映ってる人はほんと一握りで、そりゃまあ人生いろいろあるけれども、はい、人生あなたみたいな人の方が多いんだから、そんな自分をなんか責めないでって感じ。エールみたいな。そう、応援歌です、これ。僕すごい当てはまるなと思ったんです、この歌詞に共感。本当？だから惚れた晴れたより、うん、明日が晴れたらそれでいいなって、まさにもう本当そうなのよ。よくもう水谷先生、僕のことは分かっていらっしゃるな。分かる、全部分かる。ありがとうございますね。違いが分かる女っていうのはチェックのこと。はぁ、うん、はぁ。でもなんかすごくチェックのイメージ通りだった。あ、本当ですか。うん、いいと思いますよ。喫茶店の別人の意味もね、分かったし、はい、うん、別人がよく分かってよかったです、この歌で、ね、はい、純喫茶のイメージ湧くじゃん、はい、別人っていうだけで。あ、なるほどね、最近のおしゃれ椅子じゃなくて昔からあるあの生地のね。そう、純喫茶ってよく行かれるんですか。大好きなの。大好き。やっぱりクリームソーダとかあったり、コーヒーゼリーとかね、ミルクセーキとか置いてある純喫茶が大好き。そうなんですね。うん、先生の絡みがこう詰まっている。そう、作品でもあるわけです。そういうことです。世界観がね、ファーってこう、小説もそうじゃない、最初にこう情景がこう待って浮かぶのって、こう細かい、うん、なんかの匂いとか、なんかの素材とかっていうのがあるとイメージできるじゃない。あ、うん、そういうこと、そういうこと、うん、あ、水森先生、ご無沙汰してます。ご無沙汰です。どうも失礼いたします。松岡翔太ちゃん、すごくぴったり曲。そうですか。うん、もうなんか世界観がイメージした通りでした。うーん、先生ね、やっぱりね、やっぱ分かってくれてんのね、翔太くんのことね。そうですね。うん、いやー面白かったな、今こっちで見てて。先生、ちょっとこれね、おはぎをね、皆さん食べてください。 あ、ありがとうございます。あ、僕はさっき食べたやつじゃないですか。食べて食べて、あんたも食べて。先生にも食べたんだからさ。僕が最初です。あ、そうです。あれ、そうだったんですね。あ、芸能界ってそんな感じ。芸能界ですか。そうです。これね、これね、やっぱり面白いなと思ったのは、うん、あの、我がの人生おかしいか、はい、いやいや世の中そんなもん、はい、山梨足りなし退屈か、いやいや人生そんなもん、人生そんなもんって言ってるのは分かってるようなこと言ってるのが面白いですね。確かにね、うん、本当だ、うん、そこ先生深い。そうことですね。あのね、はい、君はね、はい、分かってないんだから。あ、まだね。そうなんですね。人生そんなもんって言っちゃってるところが面白い。面白い。なるほど。うん、一周回った感じの。一周回って面白いんだよ。はあ、そうなんですね。歌ってる人が確かに若いもんね。うん、でもこの人は60歳とか70歳なのかもしれないけど、うん、でも三岡ちゃんが歌うっていうことが面白い。面白いです。なるほど。うん、これでもうあのドラマが完全にできますね、はい、主役もこういう人だろうなって、うん、でこういう彼女なんだ、うん、なんだろうなと、うん、こういうね、そうで、こんな喫茶店なんだなっていう、うん、もう舞台わかりますもんね。ね、人出てくる主人公もわかる。そうなのよ、勝手に想像してしまう、ね、劇場型の演歌。そういう方、すごい。そういう方。あ、これは楽しみだ。ちょっと、はい、衣装をさ、はい、いろいろとこう決めたいんだけど、すごいいっぱいありますね。生地、あ、それこそ別人どう？別人、別人の生地。
別鎮の生地って別鎮ではあんまり衣装作ってない今まで全くないです。これは今までの衣装、あこれはなんか試しにというか、うん、ちゃんと作ってもらったんですけど、でもいいわね、ヨーロッパ調だね。どうですかね、ちょっとオラウータンっぽい。あ確かにオラウータンでいくと黒かな。黒でオラウータンってどっちかというと別鎮に近いのかもしれないから、毛羽立ってます。そう、毛羽立ってっていうか毛が長いですね。あどこれこれだ、これ別鎮発見。この生地でいったらおいかっこいいですね、これこういうので、うん、でもちょっと大人っぽくすぎないですか、なんか今までのなんかそういう。でも背伸びしていいんじゃない、この曲は。今回はそうですね。そうよ、なんか分かったようなこと言ってる男だからさ。そんなもんだっていう感じで、うん、でも別鎮に住んであれば何色がいい、はい、何色が好きなの。僕は一番思い浮かんだのは緑色ですね、うん、チエコも。あそうですか、うん、すごい奇遇ねえ。まあ、どっちかっていうと僕は黄緑が好きなんですけど、うんうん、枝豆が好きなので。枝豆好きなの、はい、枝豆って色で選んでるの食べ物は。まあ色もありますよね、うん、やっぱりちょっとこうグロテスクな色の食べ物あまり好きじゃないですね。そうか、ちょっとビタミンカラーで元気が出るような色、ビビッと目にいい感じでね。え、はい、枝豆とあと何が好き。なんで食べ物じゃなくて、あんまり枝豆以外のこと普段考えたことないんですけど、枝豆のことばっかり考えて生きてる人っている。そうです、ね、あいないですかね。そればっかりの人はいないと。あそうですか、うん、まあ、あとはもっぱら歌のことと。そうか、ね、もうそう、ね、じゃあ音符とか。あ音符、トーン記号、トーン記号と枝豆、枝豆とミックスさせて、うん、そうそうそう。で音符のところがちょっと豆っぽいんで、ここえいいじゃんそれ、豆それにしなさいよ。おたまじゃくしを、いやおたまじゃくしにしなさいよ。じゃ でどんどん出てくるんじゃん発想が、ね、水谷先生とだとものすごいいろいろ発想が。そうな、だから自由だから、あ何でもいいのよ。そんなもん人生。そうなんだね。で蝶ネクタイもしたい。だ蝶ネクタイを 枝豆で蝶ネクタイ作ったら。枝豆蝶ネクタイは実はあるの。あるんですよ。やだこれは僕の枝豆愛にスタイリストさんが負けて、うん、はい、もうすでにやってんじゃん。ちょっとこれこことドッキングしてね、え、はい、すごい。でも歌詞と枝豆の感じがずっと。そうですね、曲の内容も大事ですよね。やっぱりそうなのよ、水谷先生もやっぱそういうことを意識して、うん、お衣装は作られてるんですか。そうなんです。どっちかというとこの曲の色はもっと深い緑かもしれない、ね、あそうですね、別鎮になるぐらいの色ですから、うん、ちょっと黄緑じゃ、うんね、本当はね、その方向でいきましょうよ。じゃあ、うん、別鎮で、でグリーンベース、はい、でもそれがチェコはダークグリーンだけど、はい、ショートちゃんはちょっと明るいグリーンがいいんだという。確かにこの人になりきるっていうことも大事ですよね、うんうん。でもその人になるのか翔太ちゃんに行くのか、そこも悩みどころです ね。でも水森先生はこれを翔太ちゃんが歌ってるのが面白いって言ってたからね。そういうことか。どうも、あら、おはようございます。おはようございました。こんな感じでできましたか。本当だ、あ、はい、別鎮じゃない。別鎮なんです。ほら色が変わる。これが別鎮なんですね。そうですよ。こんな感じでできましたけれども、かわいい。どうでしょう。あ、かわいいですか。うん、カエルみたい。そうですかね。うん、一つですね、うん、お願いがございまして、はい、僕トレードマークが蝶ネクタイなんですから、ね、うん、ぜひこの蝶ネクタイも、うん、水谷先生にこの中で選んでいただきたいと思います。でも枝豆好きって言ったからさ、これはねえ、どうなの。もはや蝶ネクタイではないんですよね。そう、でも可愛いですよね、これ、ね、いいと思う。これはでもちょっと候補で、あ、でも靴もね、これだったらおかしくないもんね。これはこれで ね、この色、うん、ね、これも可愛いけどどうする、これ、はい、でも今までしたことあるんでしょ、これは。これは枝豆好きなので、うん、真っ先に衣装さんに作っていただいたんですけど、うん、でもまだつけてないの。
あの写真、ちゃんとした写真ではつけてないんです。コンサートではつけてない。あ、じゃあこれにする。かわいい。はい、じゃあこれを蝶ネクタイそれにしよう。はい、これに決定ということで、枝豆です。うん、ありがとうございます。決めていただいて、これで頑張ります。はい。あんまり動く歌じゃないから基本はこれでいいと思うの、はい、だから雨とかの時にはやっぱりちょっと雨の仕草が欲しいとかそういう、うん、あんまりふざけるとコミックソングだと思われるからさ、そういう朴訥な感じがありながら、うんと誰かを思うみたいな時のもうちょっと小胸に手を当てるとか、 あれやっぱりお祭りみたいになるところ、お祭りみたいな動きの方がいいかもね。お祭りみたいな、あ、そう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 、そこもこういう風にした方がいいかもね。我がの人生おかしいか、いやいや世の中そんなもん。やっぱり曲調変わるとき動いた方がいいかもね。うん、今なしたになしたいくつか、いやいや人生そんなもんみたいな、そこはもう自由でいい。そういうのを織り交ぜながらやるといいかもな、はい、あそこのところは。そうですね、うん、それでちょっとそうね、いつもあんまり動かないから、はい、この曲は動くんだっていうイメージをつけた方がいいかもしれない。そうですかね、うん、今まで一度も動いたことはないので。でしょ。あ、ちょっとあるんですけど、うん、これはこういうとかあんまりないでしょ、うん、このね、ないです。こういうのはね、はい、うん、こういうのないです。それをやってみてください。はい、11月17日発売の僕、うん、光岡翔太の新曲横浜ふ頭そんなもん人生、うん、この2曲をトータルプロデュースをしてくださってるのがなんと吉永さゆりです。水谷千恵子先生でございます。バカ言ってました。どうもありがとうございます。とんでもないです。もう本当水森先生がね、はい、曲をつけてくださって、はい、千恵子は詩を書いて、もうイメージ通りだったからびっくりしちゃってんの。本当ですか。うん、イメージ通り。そう、そしてねサビがね何回も来る感じだからさ、そうですね、聞いてて楽しいし、歌詞もなるほどな、この人ってこういう人なんだろうなってこう、なんかそれぞれ皆さん思いながらね聴けて楽しいんじゃないかなと思います。ありがとうございます、うん、僕もちょっと等身大の自分が映されたような作品で、うん、なんかすごく親近感が湧く、はい、曲をいただきました。頑張って、ね、参りますので、うん、頑張って参りますので、はい、どうぞ応援よろしくお願いします。